Welcome to Bear TV. この番組はカスバフードコートハングリーベアレストランの提供でお送りします東京ディズニーリゾートではお手伝いを必要とされる方の負担を軽減するためのサポートサービスを用意しています サービスごとに利用の対象となる方や内容が異なります。以前はゲストアシスタンスカードというサービスでしたが2019年にサービスが変更になりました。今回はそのサービスについてご紹介いたします。まずはディスアビリティアクセスサービスについてです。対象となる方は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、愛の手帳、緑の手帳、 被爆者健康手帳、戦場傷病者手帳をお持ちの方です。同伴について、視覚障害、精神障害、知的障害、発達障害のある方が施設を利用する場合は、健常者の同伴が必要です。利用を希望される方は、ディスアビリティアクセスサービスの登録を行います。ディスアビリティアクセスサービスの登録は、利用する対象施設のほか、東京ディズニーランドのメインストリートハウス、または東京ディズニーシーのゲストリレーションで受けたまわります。 その際、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、愛の手帳、緑の手帳のいずれかとグループの方全員のパークチケットを提示してください。対象施設のキャストに。 登録に使用したパークチケットを提示してください。ご本人が長時間列に並ぶことが困難な場合、グループの方全員が待ち時間を列以外の場所で待機することができます。列の途中にあるショーや演出はご覧いただけない場合があります。なお、その間に他の対象施設を利用することはできません。登録の際、利用時の本人確認に使用する写真を撮影させていただきます。ディスアビリティアクセスサービスで待ち時間の短縮はできません。お手伝いの内容やアトラクション アトラクションの利用規定を満たしていないなどの場合は利用できません。アトラクションはご本人のほか、グループの方5名、計6名まで利用できます。キャラクターグリーティング施設はご本人のほか、グループの方9名、計10名まで利用できます。なお、グループの人数が多い場合は、ご本人以外のグループの一部の方に列に並んでいただき、乗り場で皆さんが合流できるよう案内することがあります。 続いて、合流利用サービスについてです。 対象となる方は、車椅子を利用している方や高齢の方、妊娠中の方、疾病や負傷などにより体の機能が低下している方です。利用する対象施設のキャストに、ご本人のパークチケットを提示してください。ご本人が長時間列に並ぶことが困難な場合、列以外の場所で待機することができます。列の途中にあるショーや演出はご覧いただけない場合があります。ご本人以外のグループの方は、列に並んでください。ご本人には乗り場でグループの皆さんと合流できる 要を案内します。なお、その間に他の対象施設を利用することはできません。合流利用サービスで待ち時間の短縮はできません。アトラクションの利用規定を満たしていないなどの場合は利用できません。東京ディズニーリゾートでは、パーク来園前に郵送でお手伝いが必要なゲスト向けのインフォメーションガイドブック、インフォメーション CD、食地図ガイドブックを配布しています。インフォメーションセンター、オフィシャルウェブサイトお問い合わせフォームにてお尋ねください。 インフォメーションガイドブックは、車椅子をご利用の方、聴覚に障害のある方、視覚に障害のある方向けのサービス、施設、アトラクションの利用条件などが記載されています。インフォメーション CD は、アトラクションの細かな説明を聞くことができます。アトラクションの内容、登場方法、乗車人数、段差の有無などを丁寧に説明する内容となっています。ランドと C の2枚組で、格約50分の内容となっています。 食地図ガイドブックはパーク内の地図を展示で確認することができます。事前にサービス内容や様々な情報を知ることができると来園当日さらに楽しむことができると思います。パークには多種多様なゲストが来園しています。すべてのゲストがディズニーリゾートで素敵なひとときを過ごせるようパーク内は走らず、周りのゲストへの配慮も忘れずに楽しみましょう。Hungry Bear TV お楽しみいただけましたかこの後も YouTube で素敵なひとときをお過ごしください。 Ladies and gentlemen we hope you enjoyed your day at YouTube.